2月5日月曜日の天気をお伝えします。天気図で見ていきましょう。本州の南岸を低気圧が通過するため、西日本は雨、そして東日本太平洋側では雪が降りそうです。詳しく見ていきます。天気の移り変わりです。朝から西日本では雨が降りやすく、中国地方山沿いや近畿北部では雪が降ります。その後、北陸や東海でも雪の範囲が広がり、午後は関東甲信で雪の降り方が強まる恐れがあります。大雪に警戒をしてください。東北南部太平洋側まで雪が降りやすくなります。路面状況の変化に注意をしてください。東北北部や北海道では晴れて穏やかな天気が続く見込みです。続いて気温の予想です。6時から見ていくと、北日本、東日本を中心に気温が下がり、氷点下となりそうです。日中雪が降る影響もあり、東日本、なかなか気温が上がりません。一日を通して寒さ対策を徹底してください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからご覧いただけます。